水落としへは、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、一般財団法人日本遺族会会長。文部科学副大臣、内閣府副大臣、文部科学大臣政務官、参議院文教科学委員長、内閣委員長等を務めた。新潟県東賀町市生まれ。海軍航空隊の整備兵だった父は、山形県東根市で戦死しており、その関わりで、 新潟県立新潟商業高等学校卒業後、常磐高山の社員を経て、一般財団法人日本遺族会事務局で、専従職員を務める。福祉事業部長、事務局長、専務理事を経て、2004年の第20回参議院議員、通常選挙に比例区から、自由民主党公認で出馬し、初当選した。2006年、第1次、安倍内閣で、 文部科学大臣政務官に任命された。2009年、参議院文教科学委員長。2010年、第22回参議院議員通常選挙に比例区から、自民党公認で出馬し、党内10位の得票数で再選。2014年10月、参議院文教科学委員長に就任。2015年6月8日、日本遺族会は理事会を開き、 お辻秀久会長が退任し、公認の日本遺族会会長に水落ちが就任する人事を承認した。会長就任後の記者会見で、翌2016年の第24回参議院議員、通常選挙に自民党公認で比例区から立候補する意向を表明した。自民党は比例代表について70歳定年制を定めているが、水落ちは 日本遺族会の高齢化も勘案して、特例的に公認を受け、2016年の第24回参議院、議員通常選挙に自民党公認で、比例区から立候補し、党内18位で参戦。同年8月、第3次安倍第2次改造内閣で文部科学副大臣、内閣府副大臣に任命された。2017年の第3次安倍第3次改造内閣、 第四次、安倍内閣の発足に際しても、それぞれ再任された。2019年10月、参議院内閣委員長に就任。2021年6月、翌年7月の参議院議員選挙に立候補しない、意向を表明した。ありがとうございます。